スウェーデン社会民主労働党はスウェーデンの政党、社会民主主義を掲げる中道左派政党である、現在同国最大与党。スウェーデンでは最も古い政党で社会主義インターナショナルに加盟している、1889年4月にストックホルムで決闘、1880年代の労働組合創設と、 オーガスト・パームが主導した1882年にマルメ、1885年にストックホルムで創刊された社会主義新聞が決闘に重要なきっかけになる。決闘初期はドイツ社会民主党から大きな影響を受け、初期の綱領は社民党の豪ータ領とエアフルト綱領をモデルとしたものとなっている。1896年にヤルマール・ブランキングが 自由党の援助により、初めて社会民主労働党所属の議員として議会に進出した。1911年には、共和制導入を、党勢の一つに掲げるようになる。1917年に、自由党との連立政権に参画するが、同年に改革的指導部と急進左翼の間の、党内紛争により、急進左翼が党を追い出される形となり、 現在の左翼党の前身となる社会民主左派党を決闘する。1920年に普通選挙権と女性参政権が確保されると同時に連立を解消、単独政権を樹立し、選挙で樹立された最初の社会主義政権となった。以後、今日に至るまでほとんどの期間、政権を担い続けているスウェーデンの優位政党である。社会民主労働党政権は、 スウェーデンモデルと呼ばれる福祉国家を築き上げてきた。一時期、党内では急進化が起きて、生産手段の国有化を主張する声が大きくなったが、経済危機と大量失業、ファシズムの圧力により、国有化政策の実現は凍結されることとなった。世界恐慌が飛び火した1930年代には、1932年の選挙後に農民同盟の指示により、 ペール・アルビンソンを首相とする政権が構成された。ハンソン政権は、ケインズ主義に先駆けた財政政策を行い、リクスバンクの物価を目標にしたリフレーション政策にも、押されて強行を日本と並んで、最速で脱出し、国民の家をシンボルに、福祉国家の形成に着手した。1936年に、第2期ハンソン政権が成立すると、 行政党間の連携はさらに深いものとなり、議会の安定的な指示によって、積極的に社会福祉政策を取り入れることができた。第二次世界大戦では、奇跡的に中立を維持したものの、福祉政策の実行は一定の制約を受けるようになる。そして、戦時体制の確立や経済問題解決のために、3党の主要政党が参加する、挙国一致内閣が構成された。 その間にも普遍主義的福祉政策を完成させ、その支持基盤を盤石なものとした。社会民主労働党の長期政権を通じて、完全雇用政策と第二次世界大戦以前に企画した本格的な福祉国家の実現が可能となり、1968年には戦後最高となる50%以上の得票率を獲得した。しかし、 スウェーデン経済は1970年代には行き詰まりを見せ、1971年の憲法改正とオイルショックの後に経済問題、原子力発電所論争等から等に対する逆風が強くなり、1976年には42年ぶりにゲアすることになった。政権を譲り渡した6年後の1982年に再び政権の座に就いたが、 オロフ・パルメ首相が1986年に暗殺され、党内は混乱した。公認の首相になったイングバール・カールソンは、1990年に30年ぶりの最大経済危機に直面して、賃金凍結やストライキの禁止等を提案するようになる事態に直面する。また、東西冷戦崩壊の煽りを受けたこともあり、翌1991年に、 社会民主労働党は大敗して保守の恩賢党を中心とする中道右派連合に政権を譲り渡した。しかし恩賢党が経済運営に失敗し通貨危機をもたらしたため1994年に早くも政権を奪還しバブル経済崩壊の早期収集に成功した。同年に党指導部が主に賛成した EU 加入を決定する問題により 一時党が分裂したが加入決定後は EU 問題に関する議論が起こることはほとんどなかった。EU の中でのスウェーデン型福祉国家の立て直しを模索し続けている。しかし近年のスウェーデンでは中道右派の恩検討や自由党がリバタリアニズムを捨てて福祉国家用語の立場に転じたことにより経済政策面では社会民主労働党を中心とする。 中道左派と恩恵党を中心とする中道右派の違いがほとんどなくなっている。このような事情を背景に2006年9月の総選挙で社会民主労働党は恩恵党を中心とした中道右派連合に敗北。12年ぶり逃げやすることになった。2010年9月の総選挙では野党として総選挙に臨んだが113議席にとどまり、再び中道右派連合に敗北。 総選挙では初めて連敗し、また、戦後最低の議席となった。その後2014年9月の総選挙において、社会民主労働党中心の中道左派連合が158議席を獲得して8年ぶりに政権に返り咲いた。ABC 日本大百科全書ことばんく。2018年10月19日閲覧。ブリタニカ国際大百科辞典、小項目辞典ことばんく。 2018年10月19日閲覧。ボールポリティック。ソシャルディモクリターナ。セ。2019年4月7日閲覧。ありがとうございます。